愛初心者のための音楽サービス専門店、平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。鍵盤ハーモニカ一つずつ紹介してるんですけども、今回は第2弾、紹介させていただく楽器はこの鈴木のメロディオンという楽器です。はい、この鈴木のメロディオン、この鈴木のメロディオンの、いいところなんですけども、これはですね、やはり、ヤマハのピアニカと全く一緒でパーツの供給がしっかりしてるんですね。これちょっともう包んであるんですけども、これもヤマハのピアニカと同じようにこの、鍵盤の下にありますリードっていう音が出る部品、これなんですけども、こういう部品の供給が、しっかりしてます。鈴木のいいところは、鈴木のカタログにこのリードの電話までしっかり載ってるんですよね。パーツというよりはどちらかというと商品っていうような感じで、こいつの流通もすごい気を使ってやってくれてます。ですので、この鈴木のメロディオンに関しましても、まあ一度買っていただくと、よほどぶっ壊れない限り、リードを交換したり、鍵盤交換したり、そういう風な感じでずっとずっと使っていただける、そういう楽器の一つだと思います。お値段も、ヤマハと同じぐらいするんですけれども、ヤマハと同じぐらい、しっかり使っていただける楽器なんじゃないかなと思います。それに加えてですね、じゃーん、最近ですね、この鈴木のメロディオンに新機種が登場しました。まあ、新機種って言っても中身は一緒なんですけども、開けますね。じゃん、色がちょっと違いますね。こんな感じのメロディオンです。このメロディオンの、いいところはですね、このケースですね、このなんていうのかな、これ、セミハードケースっていうんですかね、すごく軽いんですけどしっかりしたケースがついてるんです。で、お値段が意外と安い、このハードケースの古いタイプよりもこちらの方がお値段が安いんです。でちょっとかっこいいでしょ。で、この紺色と、ピンクと2種類あるんですけども、この新しいメロディオンは非常に人気が高いです。演奏もこのままね、こうできるので、で、これが実はこう楽譜を立てたりできるんですよね。楽譜じゃないですけど、そういう風なところも非常に便利です。まあ余談なんですけども、うちの近所じゃないんですが、ある学校さんが、他社の、鍵盤ハーモニカを、使おうという話でまとまりかけたところに、この鈴木のメロディオンのこのタイプが発売されまして、うちの学校の制服にはこのソフトケースのこの色が似合うということで、このメロディオンを採用された学校があるっていう話を聞きました。やっぱりね、他の会社のものよりちょっと一歩進んだデザインで色もかっこいいです。鈴木のメロディオンのいいところっていうのは、まあ、取り立てて、まあ、パーツの供給はあるんですけども、取り立てて他にはないんですが、やはりこの特殊なモデル、これがあるっていうのが、メロディオンのすごくかっこいいところかなと思います。メロディオン使われている幼稚園さん、保育園さんすごい多いんですけども、まだまだこのソフトケースのやつは、少ないのが現状です。あえてこれを選ばれるっていうの